追い詰めたぜ、沢田雅宏。追い詰められた？私が？今？冗談でしょう。他に俺たちとやり合いそうな部下もいないようですが。真に追い詰められるというのはこんなものではないのです。喋れば叩かれ、黙れば叩かれ、逃げれば追いかけられ、どこへ逃げても逃げ場などない。全ての人が自分を睨んでいる。そういう状況こそ追い詰められたというんです。それって5年前のあの盗作騒動？盗作ではありません。書店で見て影響を受けただけです。オタク向け漫画とデザイン業界は別世界、そう思っていたんですがね。ネットというのはどうしてこう世界を窮屈にするのですかね。あの時アコライツが救いの手を差し出してくれなければ今頃どうなっていた。パチモンで気づいた砂の城の王がよく言うぜ。そこでアコライツに入り電子ドラッグの販売を始めたわけですか。あれはもともと君らのような者たちを発見し排除するためですよ。悪意の伝染を阻害できる人間、アコライツにとって障害になりうる存在。共感指数の高いものを発見し排除するための電子ドラッグだった。利用できるものならば利用し、そうでないのなら自殺に追い込む、そんなアコライツの品だった。その際の洗脳機能が便利でね、うまく利用すれば私の意のままに動かせる奴隷ができた。それで自分にとって邪魔なやつを次々に排除していったわけですか。あんなにネットで騒がれても消えないなとは思っていたけど。墓穴だな。それで目立ったことで俺たちはここへ来た。そしてこうして今追い詰めた。人の話は聞きたまえよ。私は追い詰められてはいない。何ら変わらない日常の一日だよ。今この瞬間もまた日本はもちろん世界的にも認められたこの沢田正宏、デザイン業界はもとより政治家やマスコミにも強力なパイプを持ち、指揮者として崇め奉られるこの上級国民の沢田正宏、アコライツにおいてレフティの名を与えられたほどの男。この沢田正宏ことレフティが追い詰められることなど二度とないのだ。この私の力を見せてやる。行くぞ一般国民ども。デビルダウンロード。
な、バカな、上級国民だぞ。私はパクリを自作と言い切った時に、あなたは一般以下ですよ。あれはコンペに勝つしか、会社を維持するには。ちゃかな、哀れですね。魔が刺したんだ、心に悪魔が囁いて。私は悪くない、求められたから。メガキンのこの間の配信以降、ネットすごいことになってますよ。どの配信だ？俺様の動画は全部ハリケーンクラスだぜ。レフティーですよ。証拠とともにアップですから。もうすごい、観光庁で関わりのあった人間の特定作業が進んで大炎上です。例のクールジャパンのロゴも取り下げる流れですよ。政治やマスコミは手中に収めても、ネットや俺たちまでは制御できなかったあいつの負けってわけさ。俺たちはいつだって自由だ。電子ドラッグの方も解決はできたんですか？物が物だから完全根絶ってわけにはいかないですが、悪魔の力が入らなければ犯罪や自殺を促すほどの力はないようですね。政治家も電子ドラッグの規制を慌てて検討し始めたらしいですし、きっともう大丈夫ですよ。そうですか、なら安心ですね。偽物のアートで崇拝、まがい物の幸福でハイ、全てがハイ。虚しい話だぜ。こんちゃーっす。ああ、リリー、どうしたんですか？複雑な顔をして。怒っていいのかお礼を言うべきか迷ってて。あのさ、あんたたちが出て行った後、すっごい数の襲撃が。やっぱりあったんですね。ちぎっては投げ、ちぎっては投げの大活躍しちゃった。おかげで全員からチャージ料がっぽりだけどね。あお。でも戦ってる最中にお店がちょっと壊れちゃって、しばらく休業、うん、ってわけだから。リベレーターズの仕事に集中してくれると。ま、今描いてるライトノベルもネタに詰まっちゃってるしね。ああ違う違う、目指してるの今ライトノベル作家って、みんな大金持ちなんだって。夢があるよね。とても横島な夢ですね。ヘイアイリン、パクリはやめておけよ。はあ、何言ってるのメガキン。ラノベはパクリパクられが醍醐味よ。それってネットにそう書いてあったよ。うわあ、いいのいいの、何でもいいの、売れてお金になればそれでいいの。リベレーターズにもレフティーが生まれそうだな。